もう前が犯人だって証拠は揃ってるんだよ。知らねえよ。ね、あのじっくりやるのが好きなんだなっていうのもすごくわかるので、ね。麻雀遊戯王。皆さんこんにちは。麻雀遊戯王のお時間です。私麻雀大好きアシスタントの渚です。よろしくお願いします。そしてこんにちは、こう見えて一重です。一品くんです。よろしくお願いします。確かにそうなんですよ。ないもんね。そうなんですよ。ないもんね。ね、なんかイメージなんですかね、うん、パッチーな二重だねって思われるんですけど一重一重ですよ実は、まあ、目が白いからね、はい、よく見てみてください、はい、ところで一品くん今日のテーマは何ですか。はい、今日は麻雀をあまりよく知らない皆さんのために企画を考えてきました。はい、麻雀知ったかぶり講座。はい、だいぶ長寿企画となってまいりました。そうですね、はい、麻雀にですね、さまざまな専門用語があります。ただ知らない人にはさっぱりわからない言葉、うん、そういった専門用語を皆さんに教えていこうと。最悪ですね、意味はわからなくても日常で使った時に、あ、麻雀知ってるんだと思われるような知ったかぶりを教えようというコーナーです。本日の麻雀用語はこちら、面前派。面前派。面前派。おまあ、かなりご説明しますと、はい、面前というのは確かに泣いていないですね、うん、チーとかポンとかをしていない状態のことです、はい、あえて泣かずにじっくり高打点を狙う戦法をする人のことを面前派というそうです、うん、はいはい、対してですね、スピードタイプ、泣いてスピード重視で勝負する人のことを泣き派と言います、はいはい、そんなね、面前派という言葉なんですけども、うん、ただですよ、こんな説明をしたところでですね、何が面前派なんだってさっぱり分かんないと思います。なんだその派閥はって、はい、確かにね、はい、あ、麻雀にもそんな派閥あるんだみたいな。そうそうそう、そうなんですよ。なんかね、変な派閥に思われちゃうとあれなので、うん、知らない人はこんな説明を知らなくてもいいです、はい、日常生活で使うタイミングだけ教えましょう、はい、例えばですね、カレーの話をした時ですよ。俺はカレーは一晩寝かせるんだよね、面前派だから。え、どういうこと。完璧です。え、カレー派か、はい、ハヤシライス派かとかじゃなくて。違う違う違う、カレー派の人もハヤシライス派の人も、うん、一晩寝かせる人は面前派です、ね、そうなった段階で、あー、なんだこの人は麻雀も知ってるし、ね、じっくりやるのが好きなんだなっていうのもすごくわかるので、うん、はい、あ、なるほど、じっくりっていうことを言いたいっていう。それぞれです、じっくりだよっていうことをね、メインとして教えていきたい。いや、俺は圧力鍋派なんだよ。もうそれはもう泣き派ですスピードタイプ泣き派。なるほど、泣き派です。圧力鍋を使う人は泣き派なんだ。あ、そうそうそう、はい、あ、なるほど、俺泣き派だからっていうもうそれもスピード、あ、スピード勝負なんだね、すぐ泣くでしょって思われます。あ、はい、そうなんですよ。まだ分かんない人がいるかもしれないんでいつも通り日常で使うこんなパターンがあるよっていう台本を用意したんですけど、はい、渚さんやってくれます。結局これは納得してもやらなきゃいけない。これはやらなきゃいけないです、ダメです、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、ではやってみましょう。面前派はこんな時に使ってみたらいいんじゃないか台本、用意スタート。どうだ、そろそろ吐く気になったか。しつけえな、俺はやってねえって言ってんだろ。お前も強情だな。いいか、ガイシャが殺された現場には血のついた包丁が落ちていた。そしてその包丁にはお前の指紋がべったりだ。さらにガイシャはお前の彼女に手を出したって喧嘩をしていた。もうお前が犯人だって証拠は揃ってるんだよ。知らねえよ。わかったわかった、お前みたいに生きがいいのは久しぶりだ。まあお前にどんな事情があったか知らねえが、俺はお前さんが自分の口で言ってくれるまでいつまでも待ってやるよなあ、俺が周りからなんて言われてるか知ってるか。面前派の渚ってなオッケー、なんすかこれ。え、どういうこと。なんかさっきのカレーとハヤシライスは分かった、はいはいはい、なんかね、この台本を読んで、はい、なんかちょっとよく分かんなくなったんだけど、なんでですか。え、どういうことか。じっくりじっくり相手を落とすっていう、もうじっくりじっくり高打点を狙うっていうことですよ、うん、だから面前派の渚っていう時点で、わー、こいつはしつけえぞとこっちがどんだけ黙ってもずっとやってくるぞ、もう入っちゃえ、だからもうあと1日2日後には自供しますよこの針。え、そうなのか。そうですよ。カレーで例えて欲しかった、はい、でも今の演技を考えてもこっちの方が良かったんですよね、はい、どんどんといろんなね状況を考えていこうと思いますから、はいはい、だから今のベテラン刑事は面前派なわけですよ、
はい、はい、対して、叩き上げじゃない、なんて言うんですか、エリートな刑事は泣き派だったりするわけですよ、はい、早く、はい、そんな実況なんかいいからもう証拠でさっさと上げろみたいなで、面前派と泣き派で争ったりするのをなんか踊る大麻雀みたいな映画に映画にしようってことで言っちゃった国士無双上がれませんみたいな言い方すればしてムービーに誰かしてください、よろしくお願いしますと、はい、ちょっと見たくなりましたね、あ、よかった、はい、その麻雀映画、はい、誰か作ってください、お待ちしています、はい、そして面前派という言葉みんなも使ってみてくださいねということで今日はここまで、またねー。